月間とかずっとオーディション受けてるみたいな感じだったから手を抜けないっていうか、なんだろう、なんかスマイレージの時の会ったことがすごい内容が濃かったというか、本当にいろんなことがあったから、エンジンチーム、エンジンチーム、エンジンチーム、バディショーを一緒に歩んでいる新メンバーを呼びたいと思います。私たちが目指していくのは本当みんなと一緒に明るい未来を作っていくっていうのが私たちが目指すところでもありますし、リーダーとしてやらなきゃいけないっていうことでもあるので、最初で最後の12人ですから今日一日、素敵な日に